静岡に興味津々。海外出身の2人が静岡の魅力を再発見。アマンダ、ジークさん、今回もよろしく。ラ・ブラディ静岡。やってきました浜名湖。いやー綺麗だな。風も気持ちいい。浜名湖は景色はもちろん、たくさんの生き物がいるの。だいね。浜名湖の生き物たちと触れ合えるのが浜名湖体験学習施設ウォット。今回はその魅力をリポートしてね。オッケー。ウォットは静岡県水産技術研究所浜名湖分場の展示施設。見るだけでなく生き物に直接触れながら学べる水族館です。展示水槽では浜名湖や宮古田川に生息する魚介類を観察できます。うわエイやマダイ、ブリ、クエなどが泳ぐ120トンの大水槽。この大水槽で日曜日と祝日に行われるのが水中テレビトーキング。まずはダイバーによる餌やりを見学。今、はい、ダイバーが餌あげてくれました。かわいい、はい、続いてダイバーとの会話。ジックさんから質問が。危険な目にあったりしました？時々ですね、手を餌と間違えて口に入れられることがあります。気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。さらにダイバーがつけたカメラの映像を見たり、水中での花火の実験など海を身近に感じることができます。こちらも日曜祝日限定の公開教室。熱帯魚が入ってます。はい、浜名湖にもその熱帯魚が、夏から秋にかけてやってくるんですけど、やってくるのはこちらの大きなハタタテダイ。こんな鮮やかなお魚が、ね、はい、ふれあい水槽でのお楽しみが魚への餌やり。すごい集まってきた。いっぱい来たよ。あー食べてる。かわいい、くすぐったい。その他にも毎月いろいろな教室を開催。参加は無料、予約制です。内容についてはホームページまたはウォットまでお問い合わせください。見るだけじゃないっていうのがいいよね。ねえ、うん、私他にも体験したくなっちゃったよ。僕も、うん、9月18日からはザ・うなぎ展を開催。大うなぎの展示やうなぎにタッチなど見て触れてうなぎ博士になっちゃおう。詳しくはこちらを検索。ブログにもアクセスしてね。プレゼントもあるよ。